3つ数えろは1946年のアメリカ合衆国の映画。レイモンド・チャンドラーの大いなる眠りをハワード・ホークスが映画化したサスペンス映画。プロットが大変込み入っていることでも有名である。戦争が終わった1940年代。ロサンゼルス。地方検事と衝突して検事局の調査員を辞職。私立探偵を開業したフィリップ・マーローが、 スターンウッド将軍の邸宅を訪れる。屋敷には大富豪の娘としてわがままに育った姉のビビアンと妹のカルメンが住んでいるが、この美しい姉妹は同時に老人の頭痛の種でもあった。将軍は古書店主のガイガーがカルメンに対し博打の借金の最速の名目で脅迫してきたと探偵に打ち明けて解決を依頼する。将軍の用心棒でお気に入りのリーガンは、 マーローとも窮地の中だが最近になって賭博士のマースの妻と一緒に姿を消しており雲行きがおかしい。契約を交わし帰ろうとするマーローを姉のビビアンが引き止める。館では用心棒だけでなく運転手も消えていたと知るマーロー。姉は妹と違い相当なした高た者らしい。図書館で古い本の情報を仕込んだ探偵は古書店街に足を運ぶ。 正体を隠して、ガイガーのアジトを訪問するが本人は不在。応対に出たアグネスは、客のマーローを邪険にして追い払う。暗くなってから帰ってきたガイガーを尾行すると、ラバーンテラスの一軒家にたどり着く。雨の中、別の車がやってくるが、運転していたのはカルメンだった。外から伺っていたマーローは、銃声と悲鳴を聞くと、家の中に走り込む。裏庭から立ち去る二台の車。 家の中には、チャイナドレスで素足を放り出し、命酊状態のカルメンと、射殺死体となっているガイガー。胸像に仕込んだ隠しカメラからはフィルムが抜き取られていた。無人の一見や、陰ビな隠しカメラ、脅迫者の死体、命酊した、大富豪の娘、他には誰もいない。マーローは意識の戻らない娘を彼女の車で、スターンウッド邸まで連れ帰ると、 何もなかったことにしろとビビアンに釘を刺す。自分の車を取りに雨の中を歩いて戻ってみると現場からはガイガーの死体が消えていた。その夜、事務所にいたマーローを調査員時代からの知り合いであるバーニー刑事が訪れ、スターンウッド家の車と運転手が鳩場で発見されたと知らせてくれた。運転手のテイラーの死体を見に行ったマーローたちは テイラーの死は自殺とも他殺とも判断がつかないと話し合う。翌朝、事務所に出勤したマーローを待っていたビビアンは隠しカメラで写したカルメンの写真を5000ドルで買い取るようにとの脅迫状が届いたと相談する。再びガイガーのアジトを訪問すると応対に出たアグネスの様子から逃走の準備を察知。再び尾行して新たな脅迫者ブローディのアパートを突き止める。 脅迫者との交渉の前に、昨夜の惨劇のあった、ラバーンテラスに足を向けたマーローをカルメンが待っていた。二人で事件を検証するため家屋の様子を見て回る。中、家主であるマースとその子分たちが入ってくる。マーローは自分の正体を隠したまま、マースの様子を伺う,うが、互いに尻尾をつかませない。脅迫事件に戻って、ブローディのアパートに乗り込むと、今度は別の男が、 ブローディを殺してしまう。犯人を捕まえて警察に引き渡すマーロー。最初の脅迫者ガイガーは昨日死んで、新たな脅迫者ブローディが狂死だ。事件は終わったとこぎって渡すビビアンにマーローは納得していない。証拠はないが、二人の脅迫者を殺した黒幕は、マースと睨んでおり、事件を決着させたい。スターウ家が、地方検事にかけた圧力をかわして、マースと、 カジノで会う約束を取り付ける。カジノの先客であるビビアンとマースのもんじゃくから逆に二人が裏で取引をしていると感づいたマーローは車の中で彼女を問い詰めるがガンとして口を割らない。ビビアンに惹かれているマーローは彼女を車の中で抱きしめる。ビビアンを送って事務所に戻ったマーローをマースの子分たちが襲う。痛めつけた後で手を引けと脅迫して去っていく様子を ガイガーの古文ハリーが見ていた。ハリーはアグネスの命令でマーローにリーガンの情報を売りに来ていた。マーローは200ドルでアグネスから情報を買う約束をして1時間後に待ち合わせする。指定場所の事務所に着くとハリーはマースの部下のカニーノというギャングに銃を突きつけられていた。助かりたければ三つ数えろとアグネスの居場所を教えるよう脅され、ハリーは アッパート名と部屋番号を告げる。マーローは物陰に隠れ、二人の様子を見ていた。カニーノはハリーに酒を飲ませて去っていく。その酒には毒が入っており、ハリーは絶命する。マーローはハリーが語ったアパートに連絡してみるが、そこにアグネスは住んでいなかった。ハリーは嘘をついて婚約者のアグネスを守っていた。アグネスに200ドルを渡し、マースの妻の居場所を 自動車修理工場の裏だと聞き出す。マーローは車でその場所へ向かう。マーローは目的地の前でわざと車をパンクさせ、ガレージにいる男に声をかける。そこにはカニーノの姿もあった。カニーノはマーローを殴り、裏の家に監禁する。そこにはアグネスの言った通り、マースの妻がいた。しかし、彼女とリーガンが駆け落ちしたというのは、マースの偽装工作だった。 そしてその家にはビビアンまでいた。ビビアンはマースの言いなりになっていたが、ようやくマーローの話を信用し、彼の逃亡を手伝う。縄を切ってもらったマーローは、20数えたら、悲鳴を上げるようビビアンに指示を出し、外へ出て、車の中の銃を手にする。そして、ビビアンの悲鳴で駆けつけたカニーノを銃殺し、ビビアンとラバーンテラスに赴く。マーローは、自分は、 自動車修理工場にいるが話し合いたいと先回りしているラバーンテラスを指定してマースを電話で呼び出す。カジノとロードサイドから向かった場合は自分が先に到着するとマースに油断させるためだ。到着したマースは四方に部下を配置し最初に飛び出してきた男を撃ち殺すよう指示を出して家の中へ入る。待ち伏せしていたマーローはマースに銃を突きつけ 真実を明らかにしていく。一連の事件の黒幕は、やはりマースだった。マーローは、助かりたければ三つ数える間に、外へ出ろとマースに告げカウントを始め、玄関から最初に、家から飛び出させる。マースは、俺だ。と叫びながら、外へ出るが、部下に蜂の巣にされる。マーローは、リーガン殺しは、マースだとすべては、マースの仕業として、バーニー刑事に報告する。 そして、ビビアンにカルメンを病院で療養させるよう忠告する。1945年版と1946年版の2種類がある。正規版 DVD が発売中で、大変珍しい両面一層となり、A 面に1945年版、B 面に1946年版が入っている。なお、現在はパブリックドメインであることから、激安 DVD も発売中で、 こちらは1946年版となる。原作者チャンドラーは、ボガートが自分の考えるマーロー像より背が低いことから、当初はこのキャストに難色を示した。冒頭にはボガート演じるマーローが背が低いのねと言われるシーンがあるが、原作の同じ場面では背が高いのねと言われている。テイラーの詩は原作でもシーンがはっきりと書かれていないため、 ホークスはチャンドラーに問い合わせたが、チャンドラー自身も、わからないと答えたという。公園でボートを漕いでいたボガートが、運転手はどうなったんだと聞かれた際、この20世紀で最も人気のあった俳優は誰に言うともなく、俺だって知らねえよと漏らしたとされる。ローレンバコール演じるビビアンは、ホークス的女性像だと評されている。ありがとうございます。